の時間です。ひまないニスタジオ公演時点からお届けしております。プレゼンターの川崎英子です。よろしくお願いします。万代宝書房代表の鶴部人広です。よろしくお願いいたします。そしてスタッフの皆さんです。よろしくお願いします。はい。えー、本日5月14日。 この収録もずっと、あのー、緊急事態宣言出る直前ぐらいからね、このシールドが <laughs> あのー、ございます、えー、こういう形でスタッフも最小限にして公開収録を行っております、えー、このトゥルーアングルの公開収録のあ公開収録の様子は、えー、Facebook ライブそれから YouTube ライブで生配信しておりますそちらもぜひ、えー、ご覧いただければと思います えー、このトゥルーアングルでは、まあ、いろいろなねあの特に法律関連それからメディアといったことであの日々こう疑問に思うことそれからもうちょっと深めた方がいいかもねっていうようなところを、まあ、私たちいろいろなこう 勉強もしたりあの体験もさせていただく中でり瓶さんがね中心になっていろいろ問いかけをしてくださるという形で、まあ、本当に私たちが結論を話すというよりはオープンエンドな感じで皆さんにも是非一緒に考えていただきたいというそういう番組になっておりますので是非皆さんからの意見もね、えー、どしどしあのお寄せいただければと思っております。本本日の内容ですがまず1本目、えー 今、ね、ちょっと話題になっております検察庁法改正案関連というところで、えー、お話をしていきたいと思います。えー、っとこちら、えー、画面に出てますのは、えー、昨日の共同通信社のニュースですね全国38弁護士会が反対声明検察官の定年延長を巡りということで、えーまあ、どんな中身かといいますと。えー まあそもそもね、2020年1月、今年の1月に政権に近いとされる黒川東京高検検事長の定年延長が閣議決定されたというところで、彼が検事総長になる道というのが、これで残されたというようなねことが取り出されております。それからこの4 4月になって検察庁法改正案というのが このコロナのドタバタの中でこう議あの決まっていきそうなという勢いの中でえ施行は,あの行は実際22年の4月にはなるんですけれどもえ具体的な中身としては検事総長を除く検察官の定年を63歳から65歳に引き上げるまあこれだけなら国家公務員とかの,ねあの定年引き上げというだけであまり問題はないのかもしれないんですけ六63歳になったら検事長、次長、検事、検事生などの幹部にはつけない役 職定年制を導入するそして定年を迎えても内閣や放送が必要と認めればこれが文章としては公務の運営に著しい支障が生ずると認められる自由として内閣が定める自由があると認める時という形みたいなんですがそういう時に最長で3年間そのポストにとどまれるというような文言の入った改正案が今提出されているというところですね。 で昨年10月に法務省から原案が出たときには、この丸3番の部分は含まれていなかったというところで、うん、ここが今あの、著名人からの反対なんかも含めてそれから最初にあのご紹介しました弁護士会からの反対声明なんかも含めて、ね、今、問題になっている部分というところですね、はい、まあこの今まさに紹介の中ではま、いはい、ったというか、うん、あそういうふうに取るよねというのが、うん。うん 包含されてるんですよ。あなるほどで、はい、文言で言えば。はい そうなんですけど多分ね文言で何条の何がどうでこうでっていうことを言っても皆さん分からないしでもなんとなく違和感というかい感ととといいいいいうううかかかか嫌おしぞ覚があるじゃないですかそれをちょっとねあの理屈とか原理原則論じゃなくてこういうとこが実は隠されてるんだよっていうのを今日ちょっとねオープンにして個人的な意見は僕はありますよ僕は反対だという個人的意見がありますが皆さんが反対か賛成かは皆さんが決めればいいと思ってるんでただ メディアの報道とかわけわからんコメンテーターの意見には左右されないでねっていうふうに思ってるんですよ。うんうんうん、内容の本質的な部分で,、ね、でまず一番に思ったのはこの間朝の番組見てて「はい、コロナの対策がひどいから腹、はい、いせのようにこの検察官法に違反、うんうん、反対ツイート」うん ね、検察官え検察法改正案に抗議しますってハッシュタグが570万とかでそういうふうになんか八つ当たり的に何でも反対しろっていう人がいますよねっていうのがあっていやいや僕の周りにはそういう人いないなと、うん、それはそれこれはこれっていうふうに思ってるじゃないかなと。いやいるのかもしれませんけど、ね、ただ何人かの中でこのコロナの時になんで国会でコロナ対策以外の、うん。うん ね後でもいいようなことを議論しててるるんんだっていう意見はあるんです友達にもそういう人いますし、はい、で僕は冷静に考えると、うん、コロナがなかったら順調にこの時期話してたんですよ。うん だコロナは後なんですよね委員会に分かれてるわけですから、はい、じゃあ国が全部コロナになったら他止まるじゃないですか、うん、だから経済が遅れたから今問題になってるわけで、うん、じゃあ今度経済の後に犯罪が起きたらとかっていうことになるので、うん、多面的にものを見るということでは、はい、委員会が分かれているんであれば、はい、それでいいじゃないですかと。はいうんうん そうですね国家というものの運営をしていくには<ー>それぞれの役割が必要ということです、ねえー。全部コロナになったら危ないじゃないですか、はい、逆にだからそれはちょっと意見としては確かに感情としては分かりますし理解できるんですがコロナ一辺倒に国会がなったらいいとは僕は思ってない、うん、コロナのことも大事ですよ、うん、中心になったらいいと思うけど、うん、他の関連法案もしっかりと議論してほしい。ただコロナに なんか誤魔化して守備要望とかね、うん、この検察官がこう一括でこうガーッと通っていくっていうのは危険だなというふうには思ってるんですよ。うん、そうですね。はい。だからそこはまず整理してほしいなと思うんですね。うん、はい。それから元検事総長が反対意見を出しましたよね。はい、うん今日出てましたね。はい、ね、元の人がだって O.B. じゃないですか。はい。そのそっちのラインの方々で。うん その人たちでいくらなんでもこれはダメだよって言った声は大きいと思うんですよ、ね。うんすね、要は将来も棒に振る。うん、将来とまあお年だから77かなの方は。うん、だけど全部をこう敵に回す可能性ありますよね。うん、でさらに弁護士会が37ですか、うん、？9ですか？えー、反対意見を出してますよね。38弁護士会です、ね。会弁護士で。多分増えていくと思うんですけれども、それだけの弁護士会が反対しているの。うん だったら反対してるんだけど何をどう反対しているのかというのをもうちょっとねメディアも分かりやすく報道してほしいなと思うんですよ。で、あのー、あともう1個ですね、うん、これはこれの意見は何人かあるんですが、はい、あの国家公務員の定年延長だから検察官も延長していいだろうっていう議論何、うんはい、で検察官だけ特別にするんだっていう議論があって、うんはい、そう聞くとそうだよなと思うじゃないですか。うんうん ね、だけど1個検察官というのは逮捕権持ってるわけじゃないですかです、ね、で検察官一体の原則っていうのがあって1人の検察官と全体は一緒ですよっていう理論なんですよ。と独,、ね、独立してるんです,んです、ね、だけど統一してますよっていうことで重大事件はもうねもう一審起訴するとこから最高権でいいですかという許可を得て上で最高権 後見で知見やった上で現場の主任が行きますって言ってこういうのでいいですかっていうのがこう会議がね開かれてるっていうのもまあもう知ってる人は知ってるようなちっちゃい事件はねそんなことないですけれども重大事件は全部その上で5をかけてあの勝負かけてるってなるじゃないですか。これははね要は 検察って内部にいるけど正解にも入っていけるじゃないですかつまり指名した人を罰することも逮捕することもできるし、はい、逆に言うと見逃すすここととともでできる、うん、ということですよね,そ,うですねその人を内閣が自在に「うん、この人いい人だからもうちょっとやらせよう」って言ったらそれが通る、うん、でそれが違法だよねって言ってたのがこれで法律が通れば正当化され、はい ちゃゃうじゃないですか要は検察の人事に内閣が口が出せる。出せると内閣自体も実はその何か犯罪とか起きた時にその逮捕対象というかねそれが今までは不分率というか、うん、そこには触らないと。はい、だからついに 的に上がってきたものに対しては分かりましたっていうところから内閣が口を出せるようにするということが国家公務員の定年制の話ではなくてそれだけの強力な権利を持ってね三権分立に入るところで逮捕しないということとかあとは意図的に運用を変えて逮捕するとかあいつを潰せみたいなことも息のかかった人ができるとなるとそうなると総長になりたい。 うん、出世したい人は内閣の言うことを聞くっていう、うん、それこそ忖度する人しか上に行けないっていうのはできちゃいますよね。うん、そううですね内閣に迎合しちゃうということになりますよね。はい、今までは検察の矜持っていうのはあっていくらなんでも守るんだという人たちがいて、うんうん、上になっただから多分検事総長もいくらなんでもこれはだめだよと言って鮮、うんはい、明を出すという形で抗議したと思うんです、うんはい、でもう一個ね分かってほしいのよ。まあ 定年までやらない検察官も多い、はい、で検察官は実は全員弁護士資格を持ってるじゃないですかだから退職後弁護士になれるんですよ、うん、で多くはあの厚生証書っていいますかあの交渉人役場に行ったりすると年収2000万ぐらいあるんですよで辞めたその方々は弁護士になるである程度役職を持った方々はそういうところに行けるんですよ再就、うん、職先がもうあるんですよ、うんはい じゃあそれと一般の国家公務員の退職で65歳まで年金が出る出ないとかとね検察官一体で自分であってもみんなであっても他人であっても罪は同じですよっていう価値観の中で生きてきた公務員と同列に話していいですかってことなんですよ。ね他の国家公務員が退職したら仕事ないかもしれないんです上の人はね再就職ね事務次官とかまで行っちゃゃえばいいけどそうじゃない まあ普通とは言いませんけどね,ね公務員の方々は伸ばしてあげたらいいと思うんですけど検察官はそういう出口が全部保証されてるだからよくねスポーツのセカンドキャリアってありますけど自衛官のセカンドキャリアもあるんでしょ早いから自衛官は国家公務員のセカンドキャリアって言ってこうあっせんするっていう職場も職場というか場所も部位もあるし。 ね、そうやってこう65まで70までっていうのをやってるけど検察官は決まってるようなもんですよ。じゃあそこも撤廃すするんですよね、うん、っていうのがセットで議論するならいいいんですよ、はいね、いやいやもうね公証人役場なんかにもね入れれないようにしますから検察官だけどああいうとこって要は裁判官が終わった人とかじゃないとできないわけですよ、ね。そそもそもの業務が、ね、業務務ががね、はい えでもね、あんまあない人もいるんですけれどもうん、うん、一定レベルであればだから裁判官も上がりはね、うん、終わった後に交渉200倍って何歳まで2,000万入ってくるわけです、うん、だからそれをもらえるかどうかだっていうわけですよそんな、ね、最高裁とかそのすごい方にならない限り普通の裁判官で終われるならね、うん、それと普通の国家公務員との再就職を同じ。 逆に言うとそれだけけ身分が保障されてるわでですよ、うん、暗黙でもだからこそこうニュートラルに将来の心配なく忖度なく逮捕起訴悪いことは悪いと言ってできる地位をもらってるというか忖度っていうか国民からね委託されてやっているそのことを忘れて国家公務員定年だからいいでしょうという議論にすり替えちゃってるんですよねメディアがね。もしくは ネトとかねこれを応援しようってたちだったらその事実までをオープンにした上で一緒ですかと、うん、一緒にしましょうよだから検察官の再就職もなくしましょう、うん、やめたらね弁護士資格もね剥奪しましょう、うん、とかって 言うならね,言うならね分かるしまあでも弁護士は頑張った結果 <laughs>、うん、弁護士になるか裁判官かで選んで就職したわけだからまあそこまで取るのはひどいとは思いますけれども、うんまあ、いわゆる国家資格があるわけですからね放送,放送のね。ね<え>、うんはい。それに再就職先まではっきりしてるという、うんうん、だ定年延長制度かというんであればその再就職のところの違いも、うん、公務員とはいえね他とは違うんだよちょっと、はい、次元がっていう。うん とかお金の心配なんかない人たちですよ一般的に。はい、なんで延長するんですかそれでって。でこの 今あの次部さんが話してくれているのはその検事総長を除く検察官の定年を63歳から5歳に引き上げるというそここのの部分のところですよね,ねそれで国家公務員を、えー、のいわゆる定年延長と同じだよねとい,い,いうからうい,ういや同じじゃないでしょうというところの部分で、ね、年齢だけは同じだけどもっと言うとこの黒川さんという、ねはい、人をが自分が使いやすい,、うん、い,いからというと今、ね、何だかいろんな事件を全部調べなかったでしょ。はいうん 要は調べないいっていうことがができるのが、はいね、だから調べてやられるっていうのも嫌ですけど、うんね、調べなくて見逃されるっていう、うん、だから結構大臣クラスがね、うん、えっっていう事件が不起訴になってたり何もなかったり今回あのどこでしたっけか河合さんかわいさんは,い、放はんか元放送ですね行くって言ってましたよね。はいうん だあれはもしかしたら今の検事総長とかがこの勢いであれを潰させないぞと行く時は行くぞというのを気概として示したなんていうね論評もあって検察官としてやはり見逃していけないことは見逃してはいけないというところで、うん、あの教授をというところできっと出されてるんだとは思うんですけどこの63歳になったらあの幹部にはつけない役職定年制というのはやはり重大な役割であるからある程度のところからは やっぱり責任を持てる人でやっていきましょうっていう責任を持てる年齢のうちにやりましょうみたいなことなんですかねそもそも。だけどそれがね要はこの人じゃないと変えがたいってことじゃないですか。いやそれはあれじゃないですか時代の流れじゃないですか国家公務員も昔60ならおじいちゃんだけどだから 年齢を全部上げるということに対して僕は反対はないんですよ。うんはい、確かにもったいないとい。これはでも63歳になったらこの幹部にはつけないっていうことなんですよ、ね。その前にやめてんですよ実際も。あ実際はやめないあやめてる。やめてるんですよ。だって最終職で肩たたきに合うわけですよ。はい,はい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 。だからもう違うんですよ。その。 公務員だけど、はい、実際の就職とその後のお金の保証が。でこれはあの黒川さんをねもっと年齢が上がってもさらに伸ばしてっていうと銀行だってねよく聞くと3年しかいないっていうじゃないですか、うん、支店長も。はいうん、ねそこで2年で回していかないと癒着が出ちゃうからうん、うん、とにかく変わることによって癒着ができないし、うん、必ず引き継ぐんで不正がバレるシステムを作ってる。うん、それをトップが何年もね、うん つけるようになったら、トップの息がかかっている間、うん、同じことができるじゃないですか。うん、で、次もそのようなことになると、うん、要はその不正をしてもね。うん、もしくは不正してない人を逮捕する、うん、不正している人を見逃すっていうことが長期間できちゃうっていう体制。うん、そういう意味では、この六十三歳になったら、その役職にはもうつけないよっていうふうになっているっていうことは。理にかなってる。でも、でね、その上にもっと前についてればなれるじゃないですか。検事総長とか延長できちゃうわけですから。 だから、その三番が結局問題なわけですよね。いや、今の議論ではね、でも、うん、不快感は何かというと、これ。黒川さんをトップにもっと長くやりたいための法律改正でしょっていうのがあるわけですよ。はいはい、あの。 本来それにこれをくっつけてきて国家公務員と同じでいいことでしょって言ってカモフラージュをしてるんじゃないんですかという。そこですよね。それの議論がマスコミでは少なくてで一般ね国家公務員でいいんじゃないって言ったら「いいじゃないそれ」って僕はって思いますよ。いいんじゃないでも検察官の再就職の実態っていうのを知ったら「えじゃあそこはそんなことしなくていいんじゃない?」。もうそっちで食べてるんだから もっと,言うと、ね、普通より2,000万なんかすごいじゃないですか、うん、いるなら別に60歳で辞めたっていいいんんじゃなな、うんうん、別になんでそこだけこう議論を持っていくの、うん、っていうとそこでこっちをカモフラージュするために、うん、一番言いたいのはだからこの3番でしかもその前の1月の閣議決定が実は絡んでる直接にね。でそのなぜ閣議決定が絡むかというと、うん、いろんな森 森武田のんだかんだの、はいはい、ね大臣のなんだかんだっていうのが全部絡んでるんじゃないのかというそこが気持ち悪い要は説明責任を果たしてない中でうん、うん、検察がしっかり動いてないんじゃないのかというなんか国民の不満というか、はいうん、そういうのがこれで正当化されちゃう。内閣の言いいななななにににるるよようう形に持っっててかかれそうになってるよ大丈夫です,かっ,てです、ね、っていうのが。 ななんとなくね理屈的に理解してる人もしてない人もなんとなくそのえっ、ー、っていうのが働いてる中でまあ勢いも出てそれになんかどこに反応するかでコロナに反応する人もいるだろうし定年に反応する人もいるだろうし元の検事総長が言ったって人もいるだろうししっかり法律論的にこうだよねっていうこともあるだろうしだからゴンさんの逮捕だってね。はい どのこうのっていろいろね、うん、うん、まあ次の会でちょっと話したいと思いますけれども、はい、そういうのがもう政治と検察が組んじゃえば見逃すこともできるし、潰すこともできちゃうっていう、それに対するなんか違和感じゃないかなって思うんですよ、うんうん。そうですね。本当あの今報道されていること、何が報道されてて何が報道されていないか,とか,とか、ね、ないかなんですよ。ね、うんあの実際この 法案を今出されている理由って何なんだろうねっていうところまでね、うん、ちょっと一歩突っ込んで情報を見ていただいた上でそれでまあ反対をお持ちになるか賛成になるかはあのそれぞれが選んでいただければとは思いますけど、うん、報道されないことって分かんないじゃないですかまあ、ね、そうです,、ね、そうするとだからもうテレビがもうマスコミがほ記者クラブのこととかで忖度受けた、うんはい、要はね 政府の息がか,かった,みたい、ね、言いなりというかね作ってるわけですからだからそうじゃないもっとネットだとか、はい、他のねちゃんとした弁護士だとかうん、うん、学者だとかしっかりね、はい、まあおる人もいますからうん、うん、そうじゃないきっちりした人の意見を聞いた上でうん、うん、で、ね、あこれが書かれてないんだなうん、うん、これが報道されていないんだなっていうところでご自身でどうなんだろうって考えた上で賛成うん、うん、反対っていうのを見ていただきたいなと思うんですよね。 あの弁護士会があの声明を出しているとか、うん、それからつり部さんがねお話の中で伝えてくれましたその元検事総長が意見を出している、うん、反対意見を出しているっていうあたりがその。 そもそもこう同じこう関係者というか放送関係者の中でこの反対があるということはどういうことなのかなというあたりは、うん、ぜひあのちょっとネットでももう一つあの奥まで見ていただいて考えていただければい釣り皆さんもどうもありがとうございました。